ちょっと考説を今回しようと思います。はい、じゃあ、よいしょ。はい、皆さんどうもこんにちは、ピピンエピ生き物チャンネルです。今日はですね、サソリですね。サソリのまたブリードの第一歩を踏み出そうと思います。ちょっと前にですね、ダイオサソリの考説をお送りしたと思いますが、今回はですね、アジアンフォレストスコーピオン、その中でもですね、毒針のところがですね、赤くなる種類でございます。引きこもってます。ハサミがでかいですね。入ってくる名前としてはですね、マレーキャンサースコーピオンだとか、なんだ、ロングクローナンチャラスコーピオンだとかっていう名前です。こちらですね、はい、こっちの方が大きいかな。こっちはオスなんですけれども、寝てるのか。おはよう。迫力がありますね。でかいです。で、これはワイルドなので、ちょっとですね、まあメスの方もそんなに膨らんでないので、ちょっと考説を今回しようと思います。前のダイオサソリと同じような感じで2人一緒に入れてみますね。で、考説する時の準備です。はい、このような感じの、ケースに入れてます。まあ広めのケースがいいと思いますね。動きもあるんでね。で、このですね、この板みたいなやつ、石でもいいんですけど、平らな石とか硬いものを下に置いておきましょう。ここにですね、この上に乗って精子のね、カプセルを、まあ、受け渡すような形を取ります。まあ2人でこううまくいけば、ハサミとハサミをね、一緒にこうくっつけて、まあ、うろうろして場所を決めます。下が硬いところになると、おここだなっつって、2人がここで、まあ、ことを行うということですね。はい、よし、早速ですね、ここの場所にオスを入れます。こっちメスなんでね、ここメスなんで、はい、よいしょ、よいしょ、はい、入れるときは雑で、ここで無事やってくれるかなっていうところですね。まあかかっていなければですね、大概はやり出します。アジアンフォレストスコーピオンであれば、まあそのサソリの種類にもよるんですけれども、若干癖があったり難しい系がいますね。乾燥系の黄色いサソリは難しいです。私も以前デザートヘアリースコーピオンの考説を試みましたが、もう本当にうまくいかないですね、うん、そっちじゃないんだけど、そっちじゃないんだけどな。ちょっと出会わせましょうか。出会い系、出会い系ピンセットで、出会い系ピンセット、はい、右がオス。お、うまくいくかな。フェンシング状態だな、フェンシング状態だな。メスが拒絶してんな。メスが拒絶したのかな、今な。あらー。まあ、拒絶する場合もありますね。それはですね、まあ、もうすでに他のオスと交接に至ったかもしれないということですね。で、あとですね、ちょっと入ってくる状態がわからないんですけれども、結構この手のサソリって乱暴に扱われて入ってくる場合があります。で、一緒のケースに入れて、こうドサッと日本に持ってこられるんで、その中でごちゃ混ぜになって交接してる可能性があるんですよ。なので、まあ、一見、このように痩せてる感じですね。あ、入ってないな、っていう風に見せかけて、実は入ってたりします。まあ、購入してから1年以上経ってから生まれましたっていう人はですね、多分その傾向です。こう、持ってこられる時に、まあ、トリコさんが取って、現地で取る人が取ってね、その同じケースにドサッと入れて持ってくるわけですけど、その時に交接しちゃった可能性がある。その場合があると、基本的にはこのようにいたしません。まあ、基本的にはいたしません。
追いがけするのか知らないけど、メスはもう入ってる、もう私もう終わってるからもうしないよっていうね、そんな意思表示なのかもしれないですね。あ、今日はしなかったな、いたさなかった、まあ、いたさなかったけれども、ちょっとねこれ紹介みたいな感じしましょうかね。おお、かっこいいな、もう恐竜みたいな、これね、やばいね。完全にこれオスですけど、完全に男がもうあれですね、根負けしてますね。やだやだっつってね、はい、次がメスタン、メスです。ツヤツヤボディに赤い毒針、ツヤツヤボディね、ワイルドっぽく泥がついてますね。この辺がワイルドですね。飼育してるとね、こう綺麗な環境で飼い続けるんで、だんだんこれ取れてきてね、綺麗になってきます。はい、まあヘテロメトルスの、まあ、スピニファーだと思うんですけれども、まあこのような特徴ですごくかっこいいですね。はい、このハサミもねごつくてね、非常に見応えがあります。で、他のヘテロメトルス、アジアンフォレスト、ベトナムとかから来るものに比べては少しハサミの長さが長いんですよね。ハサミの長さが長いんですよ。そんなサソリです。特徴的って言ったらね、はい。長いですね。完全にやる気ないですね。はい。はい。じゃあちょっと餌あげようか。こういう状態だと食いづらいんだよな。食わないんかい。ゴキブリです。じゃあゴキブリだぞ。まあ、妊娠してればね、結構の確率で食うんですけど、食わないんだよな。ほらほら、食わないか。動画泣かせ、動画な泣かせでございます。食わんな、まあ、入れときましょう。はいはい、ということで今日は以上になりますね。皆さんもぜひ、まあ、サソリ飼育できる環境にありましたらですね、飼育してみてください。非常に魅力的な種類が多いです。まあ、ただですね、最近アジアンフォレストスコーピオンいろいろな種類入ってきまくりまして、まあ実は種類が違うというパターンが結構見受けられるようですので、皆さんこうブリードするときにはですね、まあショップさんの話をよく聞いてブリードしてみてくださいね。まあブリードしなくてもね、十分楽しめる種類ではありますがね、なかなか増やしてる方も少ない種類になりますので、まあ消費されるだけの飼育になるとね、ちょっと悲しいなっていうのも私個人の意見としてはあります。ですのでね、ぜひとも、まあ、知識をつけてブリードした方がいいと思いますので、まあ私もそんな人のようなこと言えませんので、ちょっとね、勉強しながらやっていこうと思います。では今日は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。早い。早いな、なんか急に。おお、なんか。